そして次は、ルーナたんわたむちゃん、んお誕生日おめでとうなのらありがとう今日は、わたむちゃんにお誕生日ケーキとお歌をプレゼントしたのらまずこのケーキ、<お>色とりどりで美味しそうなのらでしょう,しう角の部分が一番の渾身の出来栄えだと思うのらうんそして、お歌 さいきんでんしピアノを弾けるようになったので弾きながら歌うなのだねたしいハッピーバースデートゥユハッピーバースデートゥユハッピーバースデートピーバースデートゥユ でおめでとうなのら。ありがとうなのら。ルーナのピアノ配信も定期的にしてるから。はい、今見てるみんなもぜひ見に来てなのらね。チャンネル登録も待ってるなのだよ。よ。じゃんじゃん,、うん。またまたまたコラボしたり遊ぼうなのだね。ホロライブ4期生姫めもルーナでしたなのら。じゃあまたねー。みんなー うんなーありがとうなのらーそうルーナタン最近夜深夜の24時あたりからあの弾き語りピアノ練習枠取ってやってんの知ってんでよかったらみんな <laughs> 癒されに行ってねー <laughs> お祝いで宣伝やわためもやったから全然大丈夫なのら。 むしろしてってくれ <laughs> みんなもチャンネル登録してね